ビーバー戦争当時の北東部一帯の主なインディアン部族勢力図ビーバー戦争、またはフランス色恋族戦争、色恋族戦争は17世紀半ばに北アメリカ東部で戦われたインディアン部族とフランス植民地軍との一連のインディアン戦争の総称である。17世紀東部から北東部へ北上しつつあった濃厚軍事インディアン国家の色恋連邦は 勢力を拡張し、また、フランス人公益者たちと西部の古代古地域の部族との間の毛皮などの貿易を独占しようとしていた。毛皮の中でも特にビーバーの毛皮が珍重され、紛争の種になったので、この戦争の名前につけられた。この紛争によって、色恋連邦内での部族同士の勢力争いに火がつき、古代湖地方の大多数のアルゴンキン語族系部族をも、 ホーク族が支配することになった。この戦争は極度に残虐な性格があり、合衆国でのインディアン戦争の歴史の中でも最も血塗られた戦闘の連続となった。結果としての色濃い族の領土拡大は、ワイアンドット族、ニュートラル族、エリー族及びサスケハンのック族といった大きな部族同盟のいくつかを破壊して北東部の勢力地図を塗り替え、 他の北東部部族をミシシッピ側の西に追いやることになった。オハイオ領土とミシガン半島定地は避難民が色濃い選手から逃れて西に移動したため一時期インディアンがいなくなった。この地域には間もなくオハイオのインディアン部族が戻ってきたが一般に多くの部族が混じり合った連合共和国であり個々のインディアン部族ではなかった。アルゴンキン部族系のインディアン部族と イロコイ族の社会は、この戦争で大きな影響を受けた。戦争の結果、ニューネーデルランと植民地のオランダ人とイロコイ族の同盟が消失し、この植民地へのイギリスの進出への対抗手段として、フランスがイロコイ族との同盟を求めるようになった。最終的には、イロコイ族がイギリスとの交易を行うようになり、 後の大英帝国による植民拡張で重要な役目を果たすようになった。1540年代にフランス人のジャック・カルティエがセントローレンス川渓谷を探検した。カルティエの記録ではセントローレンス色子遺族と遭遇し、スタダコナとオシュラガを含む取り出化された集落をいくつか占領した。このスタダコナン族は前年にこの集落を襲撃し、 200人を殺した東田満族として知られる他の部族と戦争をしているところだった。欧州での戦争や政策によって、セントローレンス川渓谷のフランスによる植民地化は17世紀初めまで進まなかった。フランス人はこの地に戻ってきて、スタダコナとオシュラガの場所が放棄され、見知らぬ敵によって完璧に破壊されていることに驚かされた。スタダコナとオシュラガの破壊について、 色恋連邦の加担を挙げる歴史家もいるが、それを支持する証拠は、ほとんどない。イエズス会の報告書、イエズス会の関係に載っている色恋の句伝によると、モホーク、色恋族とサスケハノック族及び、アルゴンキン五族の同盟との間に1580年から1600年まで、死闘が続いたとある。ちなみに、アルゴンキン五族というのは、五族であって、 インディアンの部族名や民族名ではない。フランス人が1601年にこの地域を再び訪れたとき、セントローレンス川渓谷ではすでに血で血を洗う長い戦いの中にあった。事実、サミュエルとシャンプランがセントローレンス川岸のタドゥサックに上陸したとき、彼とそのフランス人冒険家の小さな集団は即座にモンターネ族、アルゴンキンゴ族及び、 ヒューロン族によって戦士に仲間入りさせられ、彼らの敵への攻撃を手伝わされた。イロコイ族とフランスの関係は、17世紀初頭はあまり協調的なものでなかった。1609年、シャンプランがアルゴン金属の部隊に加わり、シャンプレーン湖岸でイロコイ族と戦ったのが最初であった。シャンプラン自身は、ひなわ銃でイロコイ族の戦士3人を殺した。 1610年、シャンプランとヒナージュで武装した部隊が、アルゴンキンゴ族とヒューロン族を助け、イロコイ族の大部隊を破った。1615年、シャンプランは、ヒューロン族の襲撃隊に加わり、イロコイ族の集落、おそらくオノンダーガ族の集落の包囲戦に参加した。包囲戦は結局失敗し、シャンプランは負傷した。しかし、1630年代までに、 色イ,イ族は、オランダ人との交易で得た白人の武器で、武装するようになり、ひなわ銃の扱いに慣れてくると、アルゴンキンゴ族、ヒューロン族及び他の宿敵部族との戦争に、活用するようになった。一方フランス人は、同盟部族に対する火器の交易を禁ずる処置に出たが、キリスト教に回収した個人に対する贈り物として、ひなわ銃がたまに贈られることがあった。 イロコイ族の初めの攻撃目標は、宿敵部族である、アルゴンキンゴ族である、マヒカン族、モンターネ族及び、ワイアンドット族であったが、これらの部族とフランスが同盟したことで、イロコイ族は、白人入植者との激しく血生臭い戦いに、突入することになった。17世紀半ばに、イロコイ族の勢力内で、ビーバーが極端に少なくなったことで戦争が、加速されたと指摘する。 歴史家もいる。戦争が行われていた頃、色恋族は、現在のニューヨーク州で、オンタリオ湖の南、ハドソン川の西に住んでいた。色恋族の土地は、多数の部族の間の飛び地となっており、西側は、オハヨ軍の小児遺族など、アルゴンキンゴ族、北側は、セントローレンス川沿いの色恋語を話すが、色恋連邦には入っていない、ヒューロン族などに取り囲まれていた。 1620年代にオランダ人がハドソン渓谷に交易拠点を設けたことで色恋族、特にモ模ク色恋族は武器や他のヨーロッパ製品を購入するために交易に頼るようになった。しかし銃の導入によってビーバーの個体数の減少に拍車がかかり1640年までにハドソン渓谷からほとんど消えてしまった。このために 交易の中心はより北の寒いセントローレンス川沿いの地域に移った。その地域はヌーベルフランスのフランス人と密接な交易を続けていたヒューロン族の勢力圏だった。イロコイ族は自らをその地域で最も文明化されており進んだ民族だと考えていたが、ケガワ交易については他の民族に負けていることが分かった。 疫病で人口が減少することを恐れたイロコイ族は勢力拡大に走り始めた。1640年代初期、イロコイ族がフランスと交易しているワイアンドット族を混乱させようとしてセントローレンス、川沿いの集落を襲った。1649年、イロコイ族はワイアンドット族領地の中心部に破壊的な攻撃をかけ、いくつかの重要な集落と数百名の住民を 殺した。殺された中には、イエズスカイ宣教師のジャンブレビュフ、シャルル・ガルニエ及びガブリエル・ラルマンが含まれていた。彼らは、白人の間では、ローマ・カトリック教会の殉教者とみなされた。この攻撃に続いて、残っていた、ワイアンドット族は、五大湖地方の兄しナベ連邦の援助を求めて、チリジリになった。同地では、 オダワ族系のオッタワ族が残って、後にフランスとの毛皮交易を引き継ぐことになった。1650年代早く、色濃い族は、フランス人入植者への攻撃を始めた。色濃い連邦の中には、同い座族やオノンダーガ族のように、フランス人と平和的な関係を持っている部族もいたが、モホーク族の影響下にあることも事実だった。モホク族は、連邦の中でも、最強の部族であり、 フランス人が存在することに敵対意識を持っていた。カナクイーズ州長による和平交渉が失敗すると、交戦的な部隊が鍛え、シャンプレーン湖からリシュリュー川を通って、ヌーベルフランスに進行し、モントリオールを攻撃し封鎖した。彼らは森の中を素早く音もなく移動し、突然襲いかかって、斧や、カワハギナイフで敵を襲うという上等戦法で、 もうホーク族は孤立した農園や入植地を襲った。捕虜を色恋族の村に連れ帰る場合もあった。捕虜が女子供の場合は部族の生活の中に組み入れられた。新しい地を部族の同胞に迎えるというこの風習は色恋族の伝統文化である。このような襲撃は常にあるというものではなかったが、インディアンの土地に入植地を開いたヌーベルフランスの 住人を恐れさせ、また彼らは無力だった。このような攻撃に反撃したのが、フランス系カナダ人にとっての何人かの英雄であり、例えば、ドラールでオルモーは、セントローレンス川とオタワ川の合流点にあるロング、ソールトデノイロコイ族の攻撃に抵抗し、1660年5月に、死んだ。オルモーはその犠牲によって、入植地モントリオールを救うことに成功した。 白人の間の他の英雄には、1692年に14歳で、イロコイ族の攻撃に対する家族の防衛を率いた、マドレーヌ・ド・ベルシェールがいた。イロコイ族は北部へ攻撃をかけるのと同じ頃に、西の五大古地方への拡大も始めた。1650年代までに、イロコイ族は、バージニア植民地からセントローレンス川まで広がる、広大な領域を支配した。西部については、 広い範囲で制圧行動をとった。セネ家族が先導した色イの戦士団は、オンタリオ南部に住んでいたニュートラル族連邦をまず破壊した。ニュートラル連邦は、数の上では引けを取らなかったが、ヨーロッパ製の銃がなかった。次には、エリーコガンを領土としていたエリー族、すなわち猫の民族の大きな連邦を壊滅させた。続いて、 オハヨ軍にいたアルゴンキン語族の小人族を追い出し、現在でいうところのイリノイ軍は、ミシシッピ川まで支配下に置いた。イロコイ族の拡大とオジブワ族との戦争の結果、スー族など北東部の民族は、ミシシッピ川を越えてグレートプレーンズまで押し出され、農耕を捨て狩猟民となった。その他の避難民は、五大湖地方に溢れ、その地域にもともといた部族との争いになった。 戦闘の大半は、アニシナーベク連邦と、色濃い連邦の間で起こった。最後の大きな戦いは、技がガ,ガンで起こったものだった。1660年代半ばになって、フランスが正規兵の小さな派遣部隊を送り込んだことにより、戦争の流れが変わった。この部隊は、茶色の制服のカリニャンセリエール連隊で、カナダの地を踏んだ、最初の職業的兵士の部隊となった。 同じ頃、イロコ遺族と同盟していたオランダ人は南部のイギリスからの攻勢でニューネーデルラントの支配権を失っていた。1666年1月、ヌーベルフランスの復興でトレーシー公爵のアレクサンドル・ド・プルービルに率いられた。フランス軍がイロコ遺族の本拠に侵攻した。侵攻そのものは失敗だったが、カナクイーズ州長を捕虜にした。9月、フランス軍は ギシュリュ川を下って、イロコイ族領土への二度目の侵略を行った。イロコイ族の部隊を見つけられなかったフランス軍は、トウモロコシなどの作物や家を焼いて本陣に戻った。フランス人による、この焦土作戦によって、多くのイロコイ族がその年の冬、上で死んだ。イロコイ族は和平を求め、これが一世代続いた。その間に、カリニャンセリエール連隊は入植者として、 植民地に残り、植民地の人口動態を大きく変えた。この連帯の兵士はカナダに来る前に、オスマン帝国と戦った熟練兵であった。態度や言葉遣いが荒く、牧師たちがセントローレンス川の包みにおいて、静かで敬虔な社会を作ろうという望みは消えた。色恋族が一時的におとなしくなっていたので、カリニャンセリエール連隊が年に、 立ち去った後になって、植民地の監督者はやっと民兵を組織化する手段を取り始めた。牧師と一部役人を除き、16歳から65歳までの男はすべてマスケット銃と弾薬を配給され、民兵活動の攻めを負った。1683年、知事でフロントナック伯爵のルイド・ドビューアドが、 これまでにない攻撃的な姿勢で、西方での毛皮攻撃の独占を企み、資材を荒やそうとしたことで、フランスと色恋族の間の戦争が再開された。このビワドの行動は、地域の色恋族の活動を抑えてしまおうというものだった。この戦争は10年続き、初期のものように日生臭いものとなった。敵意を新たにした民兵隊は1683年以降、 フランス海軍の小さな正規兵部隊、フランス海兵中隊によって補強された。この中隊はヌーベルフランスに最も長く駐屯したフランス正規軍部隊となった。兵士たちは何年も植民地にいる間に意気統合し、士官たちは完全にカナダ化された。ある意味でこの部隊はカナダで最初の職業的軍隊と位置づけられる。民兵と フランス中隊の双方の士官任務は植民地社会で目立ち有望な地位となった。民兵はフランス中隊の兵士と共に同盟アルゴンキン五族系インディアンの服装をし、もともとは色恋族の戦法スタイルである、いわゆる小戦闘、素早く行動的な戦闘を得意とした。これは音を立てず、 森を抜ける超行軍と敵の野営地や居住地への吸収というものだった。色恋族との戦いを続けるうちに彼らフランス兵の悪評高いこの戦法はイギリス人の入植地に対しても行われた。特にこれは1690年に今日のニューヨーク州セネクタディ、ニューハンプシャー州サーモンホールズ及びメイン州ポートランドで行われたものが知られている。 色恋族の襲撃と同じくフランス兵によってイギリス入植者は無差別に殺されるか捕虜にして連れ去られた。1698年、色恋族はこの戦争が本質的にイギリスが焚き付けたものであり自分たちが都合の良い生贄になっていると悟り戦争を終わらせたいと考え始めた。一方フランスはコイロ族を ヌーベルフランスと南のイギリスとの間のボール類にしておきたかった。1701年、モントリオールで31名のイロコイ族集長たちと、フランス植民地政府及びイギリス植民地政府が署名した偉大なる平和の条約が締結された。この条約では、イロコイ族が略奪を止め、五大湖地方の避難民が東部に戻ることを認めた。結果的に、小人族は、 オハイオ軍と、テイチアレゲニー側の領土を取り戻した。ありがとうございます。